こんにちは、クイックアートの東京ショールームの飛山恭平です。クイックアートはプリントをするためのこういった機材や資材の開発販売メーカーです。主にネットで販売しています。ショーロットプリントをされるプリント業者さん、またはハンドメイド作家さんなどがお客様ですので、そういった方はぜひご覧ください。今日の動画は主に全国の雑貨屋さん、それに準ずる方、作って売りたい、またワークショップをされたい方へのご案内になります。このクイックアートにですね、プリンターやプレス機などがありますと、ワッペンワークのようなですねことができますよというご案内になります。皆さん、ワッペンワークってご存知ですかね？知らない方はですね、ぜひチェックしてみてください。今非常に流行っているものになります。こちらセリアさんでですね、はい、アイテムがあったんですが、こういったいろいろな雑貨のものにですね、ワッペンシール、アイロンでプリントできる、プレスできるものですね。その好きなものですね、それで雑貨と、またこういったワッペンシールの好きなものを選んで、そのお客様自身がですね、このようにプレスして、アイロンでプレスをして、それで世界に一つの、オリジナルものを作っていく。それがワッペンワークです。ワッペンシールを使っていくのがワッペンワークというふうに呼ばれているみたいです。私も東京の新大久保の方にですね、ワッペンワークで流行ってらっしゃるお店さんがあったので、そちらにお伺いしてみてきました。非常にですね、多くの雑貨があり、韓国の雑貨が多くありました。そしてデザイン、これはですね、韓国風のものもと言われているものもありましたし、いろいろな、スタンダードなものもありました。あ、いうえおとかそういった文字ですね。それですね、皆さん一つずつ自分で選んで、そこで買った雑貨でこれやるというふうなところで、平日ですが非常に多くの人がいらっしゃいました。ですね、このワッペンワーク調べていくとですね、そんなに全国つつ裏々でやっているわけではなく、限られた場所、日本でもですね、都会と言われたところでそんなに多くない展開になっている印象です。これがなぜかと言いますと、私なりの分析なんですが、このまず雑貨の種類をですね、たくさん仕入れるというところが一つハードルとしてあります。そして一番ですね、思うのはこのワッペンシールですね。これをたくさん在庫として揃えると、これ今一つの種類なんですが、非常にたくさんあります。本当あいうえおとか ABC とかになりますとたくさんしないといけないんですが、これを自分で作るのであればまだしも、どこからですねワッペンシールを作っているとか仕入れるんですが、これでですね、大量の在庫になってしまいます。当然在庫というのは履けないといけないんですが、これを履けるために必要なものは何かと言いますと、集客になるんですね。新大久保、平日でも非常に人が多く、当然お店さんの営業努力もあるんですが、あれをですね、本社のある、弊社の福井でやるとしてもですね、平日にそんな人が集まることはないんですね。はい、多分それは皆さん地方の方でしたらイメージ湧くと思います。そういったなので、都会で人が集客するところでないと、この在庫を抱えるというところでのですね、在庫リスクが大きく負担になっていき、このトレンドとして終わっていきますと、多分できなくなっていく、廃れていってしまう、そういったところですね、限られたお店ブランドさんのところしか今現状できてないという印象です。ただですね、私このお店でですね、このワッペンワーク、好きな雑貨を選んで、好きなデザインを選んでアイロンプリントする。弊社もアイロンプリントを推奨している会社で、それをですね、やってらっしゃる方の姿を見ると非常に楽しそうにやっていたんですね。やはりこの体験型というのは貴重であるんですね。ちょっと例を出して恐縮なんですが、無印さんなのですね、無印さんのこういったバッグなどでですね、刺繍のサービス、好きなデザインを選んで 1.7 円とか、そういったですね、展開をされていらっしゃいます。ただですね、ちょっと先生があまり話題になっていないかなと。はい、そこはですね、多分この刺繍をするっていうのはですね、お店の人がするからな気がしているんですね。これはですね、自分が何か体験できるってなりますと、今結構みんなそういったアクティブなものにお金を払う時代なので、流行っていくとは思うんですね。何せこの自分で体験をするっていうところをですね、ぜひですね、全国のところで流行っていただきたいなと。好きなデザイン、雑貨を選んで好きなデザインでプリントをする。本当にこれ単純なところなんですが、ただ在庫を揃えるというところですね、大きな課題なんですが、弊社のこのですね、商材がプリンター、またはこういったプレス機、アイロンがあればですね、簡単にそれがですね、在庫リスクがなく、はい、始めていけますので、地方の雑貨屋さん、そういったアイテム取り扱っている方にですね、いろいろやりたいという方はですね、応援したいと思いまして、この動画でご案内していきたいと思います。
これもですね、事前に私がですね、はい、やったものですが、十分これ使えていけます。作っていけます。はい。これですね、今からこれのプリンターの簡単な説明、詳細な説明はですね、過去に動画を上げていますので、これコメント欄から見てください。と、実際ですね、いろいろなワッペンワークで使っている材料にプリントしていき、実際のワッペンワークとの違いというのもお話していきたいと思います。そして最後にですね、ちょっと注意点などもお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、こういったワークショップですね、そういったところでですね、ご商売していきたいという方はですね、はい、お店やまた個人の方もですね、ご覧ください。では、どうぞ。まあ、先ほど在庫の話をしたんですが、はい、実際このワッペンワークされてらっしゃるお店で見ると、こういった A とかのデザイン、一つ、まあ、200円、そういった販売でしてるんですね。で、A がですね、どんどんなくなっていったら、A だけを仕入れたりとか、そういう在庫の管理がですね、はい、一つ一つのシールになってる大変なんですが、オンデマンドの出力でしたら、そのあたり非常に早くできます。そして、何よりですね、原価というのはですね、安くなります。今からですね、このデザイン印刷していくんですが、このフィルムがですね、A41 枚で120円です。なのでですね、これだけたくさんの、まあ、一つ100円で売ったとしてもですね、まあ、ちょっとすぐ出てきませんが、はい。かなりですね、利益率になります。そして、これ使っていくのがですね、小型 DTFA4 機。弊社、この DTF プリンター A4 機販売していますが、他の業界はですね、弊社だけになっています。でこちらですね、27万円の税別で販売しています。好きなデザインをですね、パソコンから印刷にかけることで、はい、このようなものができていけます。で、ちょっとですね、印刷時間が5分から10分、デザインによるんですが、かかっていきます。ちょっとその時間というのはかかりますが、これであればですね、お客様からですね、好きなデザイン、これをしたい、まあ、名前とかですね、していくと非常にいいかなと思うんですね。はい。まあ、それは飛山恭平というんですが、それ一つ200円ですとかなりの、はい、ちょっとお金になってしまうんですが、これですね、はい、非常にお安く提供もできるんじゃないかなと思っています。ではですね、これ印刷してから次の工程、またこの全体の詳細というのは繰り返しなんですが、このようにコメント欄に動画がありますので、ぜひご覧ください。で、印刷が終わりましたら、このようにパウダーですね、はい。これをこのように、はい、付けます。このケースもですね、付属に販売しています。現在4000円です。そして、まあ、トントントン。まあ、これですと、はい、周囲に飛び散りません。で、この後、ベーキングというのをします。では、パウダーをつけた状態で次、ベーキングをいたします。これ3つ並べているんですが、3種類の方法でベーキングできます。この動画もこのように上げていますので、ご参考にしてください。で、結論的に言いますと、プレス機を持っていらっしゃらない方は、このプレス機でですね、はい、このベーキングができますので、ぜひこちらをご活用ください。それぞれホットプレートが約1万円。はい。こちら、ミニプレス機が約4万円。こちらのマシンが、ベーキングマシンが8万円になっていますが、このプレス機のいいところはですね、はい、当然なんですが、今後こういったプリントをするときですね、はい、実際このようにフィルムを当ててプレスするんですが、はい、この役割もできるんですね。はい。アイロンプリントもすることができます。当然これアイロンでもできるんですが、アイロン以外はですね、こういったプレス機が欲しい場面も当然出てくると思いますので、持ってらっしゃらない方はですね、この言いますと約ですね、はい、2分、2分の計4分ですね、設定温度ですると、プレスができるものができますので、ぜひご活用ください。こちらの詳細ですね、また見てください。ではですね、次に、はい、ワッペンワークに似たですね、このプリント、いろいろな素材へのアイロンプリントをやっていきますので、ぜひご覧ください。では、ここにですね、今回、はい、プリントする素材を並べました。これは T シャツやバッグ。で、そういったですね、小物ですね。はい。で、またプリントする、アイロンプレスするためのアイロンを置いています。で、今回ですね、はい、こちらご覧いただくと、はい、小型 DTFA4 機で、はい、作ったフィルムをちょっとハサミで切ってみました。イメージしたらこれですね、好きなデザインをハサミで切って、で、合わせてプレスするっていうところですね。でこちらですね、まあ、参考になるかなと思いまして、はい、ワッペンシールを置きました。で、ワッペンシールとこの小型 DTF の、はい、これの違いについてですね、あらかじめ説明したいと思います。ワッペンシールなんですが、はい。裏側はですね、もう糊の粘着がついていまして、はい。粘着が、はい。このようにですね、強く、はい。初めの仮止めでできます。はい。
で、ほとんどのですね、ものに対して、はい、接着してプレスできるものになっていまして、一番のですね、はい、特徴を思いますと、このですね、はみ出してプレスしても、はい、まあ、あまり問題がないというのが大きい特徴の一つです。これですね、小型 DTF の場合は、基本的にこの範囲内に収めてください。ちょっとはみ出していると、その部分はですね、ワッペンシールのような安定性というのはできません。ではまずこちらですね。はい。このようにハサミで切って揃えました。で、ワッペンシールと、まあ普通ワッペンシールとですね、違いで聞きますと、この余白部分というのがですね、ちょっと出ていますので、このポジションですね、セットするというところですね、ハサミでうまく活用を切ってですね、してみてください。ちょっとですね、位置が、はい、このようにするとずれてしまうので、はい、耐熱のテープなども販売していますので、それちょっと止めてマスキングしてからするといいかなとも思います。このようにですね、はい、マットを下に敷いて、こういった離型紙を置きまして、プレスします。で、アイロンのですね、だいたい中温で、1、2、3、4、5、まあ、ちょっと体重をかけてですね、5秒ぐらい。を2回ですね、ちょっと場所を変えてやってください。これちょっとキーホルダーがちょっと邪魔してくるので、はい、注意してですね。1、2、3、4、5。はい。それでですね、完全に冷めてから剥がします。素材にですね、はい。プリントしてみます。もう同じですね、やることは。で、プレスです。5秒ですね。1。最後にですね、いろいろ剥がしていくのをご覧ください。では次にこの革のキーホルダーケース、キーケースですね。やっていきます。1、2。まあやることは、はい、同じです。で、この革なんですが、素材によってはですね、ちょっと難しいものもあるかもしれませんが、大概ですね、できています。これはですね、過去に動画をこのように上げていますので、ご参考にしてください。では次にこういったファイルバッグですね。はい。わかりますかね。はい。こちらにプリントしていきます。で、こういったプリントしていくときなんですが、はい。ちょっとですね、プリントする箇所をこのように平滑にしてからやられるといいと思います。だからこれは結構ですね、大きいので、このようにですね、はい。ドーンとちょっと貼ってですね、はい。プレスしていきたいと思います。一回ですね、このように。すいません。こういったシリコン紙を引いていないとですね、はい。ちょっとこのフィルムとアイロンの固定が接着してしまうので、このように敷いてからやるようにですね、すいません、間違えてました。一回さーっとこのようにすると仮止めになります。でこの状態ですね、はい、1、2、3、4、5っていうのをですね、全体にやるようにですね、してください。で、これぐらい大きくなりますと、先ほどご紹介したプレスキーで一発でやるとですね、すぐ終わりますが、まあ、お客様自身はですね、このアイロン作業を楽しみたい、という声がですね、絶対あると思いますので、そのあたりをお任せいたします。では最後にですね、はい、T シャツやります。まあ、洗濯に強いものがですね、あります。まあ、小型 DTF もですね、こういった衣類のプリントでも使っていただいていますので、はい、問題ないです。まずですね、シワをちょっと伸ばします。で、ちょっと綺麗にですね、はい、プリントしたい箇所に、はい、させまして、はい。まあ、せっかくですね、はい、なので、これですね、このクマさんのこちらをですね、プリントしていきたいと思います。白がですね、はい、出せます。まあ、このあたりのデザインは本当にですね、はい、お客様自身のですね、はい、これ雑貨屋さんなどはですね、非常にこういったデザインも非常に優れていると思いますので、ご自身のセンスでやっていただければと思います。そしてこの小型 DTF、ほとんどの繊維につくことができます。こういったプリントの対象素材というのはですね、はい、雑貨屋さんは多く持ってらっしゃると思います。まあ、この案内して T シャツやバッグ、またポーチなどですね、こういったものにですね、幅広くプリントができます。まあ、要テストであるんですが、多分ほとんどできますので、はい。ぜひですね、まあ、このようにワッペンワークをするのもいいですし、自分のオリジナルのブランドをですね、これから販売していくことも当然できますので、そういった2つの観点ができる。まあ、そういったところで、はい、見ていただければと思います。では、今回ですね、はい、プレスしたやつを剥がしていきたいと思います。はい、こちらのワッペンですね。はい。綺麗に、はい、このようにプリントができました。次はこちら。はい。
はい、もうできました、はい、こちらですね、仕上げプレスをするとより馴染むかなと。で、革ベルトですね、まあ、全部、はい、問題なく、はい、できていますね、はい。で、このファイルバッグですね、はい、押します。やっぱ自分でですね、アイロンして、このようにプリントができているとですね、楽しいですね。私でもこの感覚というのはずっとありますので、多分、はい、普段やられてない方がやるといいと思います。で、こちら、はい。こういった服へのプリントもできます。洗濯に強いものができます。なですね、結構雑貨屋さんというのはこういったアイテムというのはたくさんあると思いますので、これですね、まあ自分で好きなデザイン、このように。これが A4 1枚で原価的に120円で作れます。自分の好きなデザインをこのように、はい、準備してお客様に作ってもらう。またこうやって販売してもいいですので、今このワッペンワークというのは流行っていますので、ぜひですね、こういった新しい仕事のご参考にしていただければと思います。今回ですね、いろいろなワッペンワークで使う素材にプリントをしてみました。まあ、この小型 DTF でですね、はい、このように、いろいろまあ好きなデザインのはい、並べて、はい、でそれでアイロンして、でそれでオリジナルな作れる、はい、同じようなことが、はい、基本的にできます。でこちらのワッペンワーク、まあ、こちらですね、まあ、ちょっと私も、はい、取材不足なところありますが、一つのデザインが200円、まあ、100円分かりませんが、そういった価格帯で販売していますが、まあ、実際 A4 サイズで繰り返しで120円で、はい、作れる、まあはい、印刷ができるんですね、はい、なのでかなりですね、これが積んでいきますと利益率が高いものができるかなと思うんですね。1個100円だとしましても、先ほどの面付けでいきますとこれぐらいのですね利益率になります。なのであまりですね、そういった、まあ、この100円で販売してるやっぱり原価のところでですね、まあ、仕入れの時はたくさん仕入れないといけない、そういうところあると思うんですが、これはもうオンデマンドで好きなデザインを好きな時に印刷ができます。またですね、こういった小さいデザインをだけを印刷することもできますので、非常にですね、原価、すみません、仕入れの在庫リスクを抱える必要がないです。で、このプリンターが27万円で、このプレス機が4万円ほどです。はい。で、約30万円ほどでですね、スタートすることができます。そんなに難しいですね、やり方ではなくですね、このご自身、まあお客様自身がですね、はい、好きなデザインで、好きな素材にプリントして、で、っていうところを楽しむことができると。こういった素材というのは雑貨屋さんなどですね、はい、販売したものを作ってもらうと。そういったところができるということでですね、非常に長いですね、おしまあ、流行りでなくですね、長くですね、支持されていけると思っています。で素朴なですね、疑問もあるかと思います。まあ、ワッペンシール自体ですね、はい、注文するとどのくらいかかるのかと。オリジナルワッペンシールを作ってらっしゃる業者様もあります。で、固有名詞は避けますが、私もネットでですね、調べたところ、大体このぐらいの価格帯で、はい、ありました。もう本当、一つからですね、作るというのは非現実的なんですね。基本的にワッペンシールの作り方と言いますと、ミシンでですね、ガーッとですね、この表面上のものを作ります。で、その後ですね、シールを合わせるんですが、そのシールはですね、ヒートカッターと言われるものですね、はい、カットをして、それを合わせるという作業が入ります。ないですね。大量になるですね、機械化になると思うんですが、省略すると結構手動でやっている方も、業者様もいらっしゃいます。ないですね、一つあたりのコストというのはどうしてもですね、難しく、一枚から作るというのは難しいです。ないですね、今回ですね、こういったワッペンワークに近いですね、ワークショップ体験というのはですね、どういった方でもですね、できると。で特にですね、私が思っているのはこういった、はい、素材をですね、普段から販売されている方というのはですね、たやすくですね、こういった体験型というのはできます。で、またですね、まあ、こういった自分のですね、好きなデザインを、まあ、ブランド化、自分のブランドをして販売するということもしていけます。こういった衣類の洗濯強度というのは強いものになっています。最後にですね、注意点なんですが、こういった素材にプリントをして販売するというところで、この、まあ、対象物のですね、ブランドにこういったものを作ってやって売っていいのかっていうところはですね、ちょっと私の判断できるところではないですので、これですね、できるできないがあるかと思いますので、そのあたりですね、ご自身の方でご判断してください。今回ですね、まあ、ワッペンワークが流行っているということで、いろいろ視察をして、それこういったやり方でですね、できるんじゃないかと。現状、このたくさん仕入れて、それをやってもらうっていうところはですね、集客、人が多い、都会っていうところはですね、絶対条件になっていて、これは地方の方では基本的に難しいっていうふうにですね、直感としてありましたが、このやり方でしたらですね、いろいろな地方の方でですね、
ね、好きな、量だけですね、やればいいですので、たくさん在庫買える必要はないです。足りなくなったら印刷するだけで済みますので、たくさん在庫を仕入れてそれを処分しないといけない、売れない、そういったところで困るということがないです。なので、この方法であればですね、全国でですね、こういったより体験型を楽しめる、東京だけじゃなくてですね、いろんなところでできる機会になりますので、そういったことをやりたい方というのはですね、ぜひですね、ご相談ください。このコアダ DTF のサンプルというのも発送していますので、ぜひ、コメント欄にありますので、申し込みください。お客様にですね、してほしいデザインでも、無償サンプル受け付けています。ぜひ、この機会にですね、新しいことっていうのを取り組んでいただいて、いろいろなですね、こういった、盛り上げていくのにお役に立てればと思います。今後もこういったプリントに関する動画を上げていきますので、チャンネル登録いただければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。